まあ思ったほどね、位置取りが前ではなかったんだけど、まあ、結果的に砂もかぶっていい内容で強い勝ち方してくれたと思いますね。そういう距離の面もあるしね、その揉まれて勝つっていう、ああいうちょっと強い競馬できたってことは、すごくこれからの先にね、いい収穫だったと思う。当初の目標がその京浜杯だったんだけど、ちょっとそのニューイヤーの後に、その本当はその雲取りを使った京浜杯っていうつもりでいたんだけど、ちょっとやっぱりニューイヤーの後疲れが出てね、その回復に戸惑って、それでちょっとね、あまりにも間が空きすぎるなっていうところには、まあ今年からね、ああいうクラシックトライアルってレースが始まったんで、それでじゃあそれを使ってみようかっていうことで、ただ馬も追い切りの感じでは元気だし、別にその悪いところもないんでね、まあ、とりあえずじゃあ京浜杯からまあクラシックへ行こうと思ってます。特にね、やっぱり感覚がないんでね、オーバーワークにならないことだけ気をつけて、まあ長めからやっといたんですけどね、まあ動きは上々でしたよ。矢野君が空いてたしね、まあ、矢野君もまあ今こうやって実績のあるジョッキーだし、そのレース行ってね、癖のある馬じゃないんで、まあそれほどの心配はしてないですね。今までのメンバーからするとやっぱり一番強いメンバーになってるんでね、揃ってるから、まあここでどれだけやってくれるか、楽しみにしてますよ。レガートですけど、まあ、これからクラシックに向けて、頑張りたいと思いますんで、応援の方よろしくお願いいたします。僕はそうです。で、その後すぐに北海道の、山口ステーブルの方に戻しまして、で、向こうでもそこまでこう、緩めずにというか、向こうでもしっかり乗ってもらってましたので、こちらに来てからの調整もすごくスムーズに来たと思います。そうです。2月の頭に こちらに戻しまして、大体1ヶ月半ぐらいですね、ここまで。そうですね、1週前にもちょっと長めからちょっと負荷かけたので、本追いはもう姉妹直線、姉妹1ハロンしっかりこう伸ばして、ちょっとそこでしっかり気を入れてレースに向かうという予定で、まあ、予定通りに内容の追い切りができたと思いますね。そうですね、やっぱり1追いごとに気持ちも入ってきまして、最終追い切りで気持ちの方もしっかり入っている感触はありますので。レースに向けてその精神的な準備もできていると思いますね。まあ、ちょっと休み明けの分のこうまだ重さっていうか、少しこう使ってからさらにぐっと良くなってくる感触はありますけども、それでも去年の秋口のこの休み明けの時よりもこう仕上がりはいいと思いますし、これぐらいの状態でもしっかり力を出してくる馬だと思うので。まあ、メンバーもぐっと上がりますけどね、いけばしてくれると思いますけどね。まあ、距離はもともと伸びた方がいい馬だと思ってますので、特にここ1700メートルでは不安はないですし、外回りの方が競馬しやすいんじゃないかなと思ってますけど、まあ、敗者貢献以来の競馬になるんですけども、まあ、メンバーもここ2歳児よりも強力になりますし、まあ距離もちょっと外回りで伸びてっていうところで、初物尽くしではあるんですけども、本当に素質を感じているまで、ここでいい競馬するようだったらば、本当クラシックが本当に楽しみな馬だと思うので、まあぜひ応援して現地で見に来てください。そうですね、ニューイヤーの場合、戦力だと裏の戦力ですと、ちょっと外枠不利なんですけども、まあ、タイトルが、まあ、コーナー目ずつしないで競馬してくれたんで、なんとか勝つことができました。中間も順調に時計を出してきてまして、まあ、今日の最終動きも満足する動きだったんで、いい競馬ができると思います。まあ、3頭合わせで、まあ、行ったんですけど、まあ、動きそのまま満足のいく、まあ、動きでした。まあ、タイト君に聞いても、まあ、重くはないって言ってましたんで、まあ、状態としてはいい状態で使えると思います。やっぱりこう全体的に腰の回りとか、まあ、肩先とか、まあ、パワーアップしたように私は見てますけども、まあ、左回りの裏コースよりは競馬しやすいと思います。何とか勝ってね、中華ツイマ来てみたいなんで、ちょっと勝負好きしなくちゃいけないんで、やっぱり何とか勝ちたいと思ってます。東ウイルウィン、景品以外、万
万全の状態で使いますんで、なんとか応援してやってください。よろしくお願いします。まあちょっと一番心配してた部分がちょっと左回りだとね、外にちょっと調教でも持たれてたんですけどね、その心配な部分が競馬で全部出ちゃったんでね、まああんだけバランスの悪い走りでね、故障しなかっただけまあ良かったと思うしかないですね。はい。まあダメージはなかったんですけど、まあ走ってなかったんであんまり、まあ一回使ってちょっと気合の方も乗ってきましたんで、まあいい状態だと思います。使って、はい。ちょっとやっぱ左前の骨流がずっとあるんで、そこの部分だけちょっとケアしながら、そこを注意してずっとやってました。まあ指示通りちょっと長めから行って、まあ最後サーッと流すような感じだったんで、いい動きだったと思います。仕上がりはいいと思います。この馬の能力を出せると思います。はい。距離の方はね、まあ血統的にも短距離のあれが強いんでね、まあちょっとやってみないと分かんないんですけど、まあこの馬のねスピードを生かすようなね競馬ができればね、チャンスはあると思ってます。胸を借りるつもりでね、やってみたいと思います。はい。この間はね、一番人気に支持されたんですけどね、まあ人気を裏切るような結果になったんでね、今回はね、最優秀2歳牝馬らしいね走りを見せたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。